タイガー・ウッズがもうずっと使ってた形、うん、どっちも全く同じ M2、 初代の M2 です。バランスはヘッドスピードが落ちない、できるだけ重たい方が飛ぶ。へえ。はい、こんにちは、ネズです。こんにちは。ナボタのクラブセッティングを紹介したいと思います。はい、お願いします。何からいきますか。ドライバーはね、みんな多分気になっとうやろうけん、まあでも結構出たのね、 TSR3、うん、まあちょっとシャフトとかいろいろ聞きたいけど、まあヘッドもそうやけど気になるけど、はい、ウェッジとかアイアンも気になるし、シャフト系で、あとなんで選んだんかっていうのを今日聞いていきたいと思います。で、早速アーティザン来てますね。バックも。あ、バックもやね。あ、バックも、うん、バックかっこいいね。100本限定のシリアル販売入りです。これなんか限定品なんだ。限定でシリアルがここに。へぇ、21番。 あ、100個中21ってこと。へぇ、すごい番号が。すごいね。限定品です。これあれじゃない、これ今度あの亮と俺 と友達2人おるんやけど、2人兄弟なんや。焼肉屋さんしようんやけど。兄貴の方です。これ兄貴の方の焼肉屋さんの、あ、スポンサーなんや。ちょっと応援してもらってます。え、アーティザンってどこの会社。日本。アメリカ。アメリカなんだ。ナイキの工場があった一角を曲がりして、うん、あ、そうなの。つから使うよ、このアーティザンウェッジとか。このこれ自体は1年前けど、もうこれが3セット目だね、アーティザン。一番初めの1セット目はもう3年前、4年ぐらい前からずっと同じ。じゃあちょっとウェッジからアーティザン紹介してもらいます。いいですか。どうぞ。じゃあ58度。ちょっと市販とデザインは変えてもらってます。なんかすごいね、ギラギラしそう。市販はもうこの星と数字で50ロフトとだけの、シンプルな この星とね。で、名前入りでこう58で英語にしてもらって。ちょっと使う人が増えてきて被るんで。え、ヘッド自体もちょっと違う。ちょっと削りは変えてもらって。へー。市販で言うと DR っていう。あ、DR。 ジェイソン・デイが作ってくださいってお願いしてできた。すごい。一番最近出たソールに近い形状をしてもらってます。これ選んだ理由は。この形状を選んだ理由、もともと R っていうソールを使って、うんうんうん、それとDR っていうのがそもそも R と DS の間の、いわゆるソール。でちょうどどっちもいいね、迷うねっていう話しながら R を使ってて、たまたまこの新しい DR っていうのが出るタイミングで、このメーカーの人にウェッジ作ってくださいってお願いをしたら、次こういうのが出るからよかったら試してそれ使ってみるって言われて、新しいのを作ってもらって。おー、すごいね。気に入ってます。多分もうワンセット作る時も同じソールで作ってもらう。なるほど。1、2年使っとうって言うてんね。1、2年、標準にも同じ。これはなんかタイプがあるの。これは SB っていう形状に近い。 SB? SB、タイガーが、タイガーウッズがもうずっと使ってた形、うん、ここがない。へー。リンキング位置がない。あ、ここないんだ。スクエア、ベーベル。へぇ。本当は市販は54と56度にしか設定がないソールを52度に無理やり作ってもらって、うん、へぇ、すごい。あ、じゃあ今度日本対戦なんだ、ウェッジは。日本です。5258。もうゴルフ15年ぐらいやってるけど、ずっとウェッジは日本。あ、日本。3本入れたことはないです。ちなみにシャフトは。あ、ごめん、そうね、シャフト。シャフトは日本シャフトさんのプロトタイプっていう。これ絶対市販にないやつやろ。これもちょっと市販にないやつをたまたまもらったの。え、市販で言ったら125X に近いとは思います。で、多分 125X を製品化するときに作った試作品の中の1個じゃないかなっていうことぐらいしか分かってない。あ、なるほど。詳しいことは分かってない。ナモタのウェッジはどのぐらいの頻度で変えてるんですか。2年は使わないと思います。ね、なんかさっきね、1、2年長い感じがする、うん、本当は8ヶ月ぐらいで昔は変えたんですけど、このアーティザンにしてからもう1年経っても2年経ってもスピン量があんま変わらないんで、あ、それすごい。持ちがいいから。これいいね。普通のキャロウェイとか使ってた頃はもう1年経つともう下地が見えてきて、明らかにスピンが減ってたけど。違うんだ、やっぱ。これノンメッキってやつね。ノンメッキの方。なんかバランスとかこだわりは。バランスはこっちは D、 どっちも D3。 D3 重め。重めになってると思います、うん。で、長さは最近ちょっと人に言われて短めにカットしました、うん、35インチちょうどぐらい。ああ、確かに重た。いや、俺のがまあ C9 ぐらいある、うん、C と D でだいぶ変わる。全然違う。だいぶ持った感じは違うと思う。なんか40-50ヤード。40-50ヤード言ってください。40ぐらい。俺が一番苦手な40ヤードぐらい。うわー、綺麗な入り。51、8000回転、51ヤード。40。うん、40。いや、いい感じ。音がいいね。42、6850回転。結構多いね。え、これレンジボールやけんね。50度。スピン多い、うん、50ヤード。結構開いた。おお、
45.7 ヤード、8100。おお、スピン、おピンはだいぶ入ると思う。これ結構でも開いて今入れに行ったよね、うん、次ちょっと追ってみて、60ぐらい打って、あそこのあのピンに、うん、手前の、おお結構硬いけどね、あったね、今で8000回転ぐらい、ちょっと打ってみます。そうそう、重たい、その重量っていうよりかヘッドが重たい。めっちゃいい、うわ戻ってきよる8700、あるんか、これ合うわ人のがよく感じるね、それは大概今49ヤードぴったり、うわこれやばいやん、おお止まる、8000、めちゃくちゃいい、これアーティさんのヘッドがいいやろね、もう物は間違いなくね、バカも柔らかい、もう俺もジューシーで結構いいの使っとうけど、うん、めちゃくちゃいい、人と被りたくないデザインで作りたい人はどうしよう、なるほどね、連絡もらえれば、あアレンジできるんだ、市販ももちろんめちゃくちゃいいけど、うん、できる、ちょっと人と被りたくないっていう、ちょっとお値段は張りますね、いくらぐらいする、U ピーピー結構いきます、ピー入れようか、1本で、詳細は DM もらえれば、マジで高っ、マジでP 入れとこ、これセットの値段じゃなくて1本やろ、単発で、おらえ、シャフト抜きでヘッドだけ、高っ、うるさ、じゃあちょっと次アイアンで、アイアンは、あ、4番まで一緒なの、4番まで同じです、はい、IFG っていうところの IFG LS01、何のマーク、これ 8? これインフィニットゴルフっていうメーカーのロゴ、あ、ロゴインフィニットゴルフ宮崎県にあります、の IFG なんで、フェニックスカントリークラブの近くにラボがあるんで、あ、宮崎県のジクラブ、このアーティザンのアジアの代理店をしてる会社があって、メーカーそこが自社で出したオリジナルのアイアン、おお、なるほど、ほぼ日本版のアーティザンじゃないけど、ちょっと見ていい、どんどん日本版のアーティザンもだってアイアンあるよね、あるよね、じゃなくてこっちなんだ、なかなかジクラブで青のラインが入ってるんですか、本当だね、ちょっと構えてみようか、四角い顔が好きで、四角なんかね、ここが高い、角張った感じですね、真四角のアイアンが好きで、ブレードもそんなにペラペラじゃないから、ペラペラじゃないね、マッスルバックにしては優しい方になると、シャフトは、あ、これも NS プロ14本全部日本シャフトで揃えてるんで、日本シャフトで揃えてる、 125X、 これ市販のシャフトです重量体が X100 と同じぐらいの重量体、 X100 とあれは、バランスはこれ全部 D3、 D3 か、あ、じゃあウェッジと一緒の流れなんだ、基本的に全部 D3、 ちょっとじゃあ7番あたりで打ちましょうか、はい、お願いします、7番でだいたい距離は167ヤードキャリーぐらい、167、うん、音がいい、キャリー158、6500、162、6300、スピン、おぉ、ちょっと打っていい、じゃあちょっと、はい、打たせてもらいます、打感が多分珍しい感じ、割と固めの打感が、打感がいい、固めのしっかりした感じ、おお、まっすぐ、高いよし、だいぶ硬い感じ、結構ジクラブに多いのはこう柔らかい、こう触れる打感のアイアンが多くて、打感がいいって言われる、それはもちろんいい打感だけど、打っててこう球が前に行く気がしない、ちょっとスピンが多く入ってる感じがして、なかなかこうイメージと距離が合わなかったけど、こいつは結構珍しく固めの音と打感がする、あ、やっぱそうなの、前に球が飛んでる気がする、へえ、あ、ジクラブも大体主流は柔らかいのが、やっぱ柔らかいのがこう多い、素材とかに、これキャリー164、まあ、レンジボールやけんちょっと少ないけど、で6300、このシンプルな見た目なんですけど、456はここに重心が来てて、うんうん、つかまりやすく、このバックフェースの厚みが違う、ここのデザインが、なるほど、この角度が7番はセンターに頂点が来てる、9番はこのヒールよりてっぺんがヒール寄りに来てて、重さがこっちに逃げてる、7番と678はほぼセンター重心でストレート狙いに球、 PQ はここが重く、先っぽが重くたくなる、あ、 PQ、 あ、そっちが重くなる、捕まりすぎを防ぐため、短いところは、そっかそっか、ショートアイアンになってきたら左に来るのが怖いから先っぽを重くして捕まりすぎを防ぐ、67はもうほぼほぼストレートに狙っていけるように真ん中が重くなってて、4番とかは
このてっぺんがもうだいぶこっち寄りにいってる。へえ、ほんとだ。この斜めの分重さがこっちに寄ってて。なるほど。長いのはヒール側を重くしてつかまりを良くする。右にペラっていう球が意外とシンプルに見えて、いろいろこだわりがある。番手ごとに重心の設定が違う。市販のクラブ全てそうなってるんですか？そのもちろんこれそういうモデル。あー、エフジがもうそういうあれなんだ。メーカーによってはもう全部同じ重心配分でもあるけど。あ、面白い。結構優しめになってると思う、うん、長いのも意外と捕まりやすくなってたり。ちょっと長いのが気になるな。4番が多分持ってるより全然ハードさはないと思う。もう一球手元をギャーって抜いた。もうめっちゃいい。全然打ちにくい感はない。捕まってる、うん、マッスルバック硬いんやね、やっぱたたんの。しっかりしてると思う、うん、これはいい球じゃない。めちゃめちゃいい、うん、キャリー2000、あ、200、キャリー2000キャリー200キャリーは200、スピン量3800、あ、ランチャーギー 13.8、 ちょっと低いの。アイルズです。まあでもちょっとレンジボールやけちょっとスピンは球上がらないんで、スピン減るし、なんか全然簡単。多分そういう風なこう工夫があるけん、意外とシンプルなマッスルに見えて、うんうんうん、実は、面白おしゃれなことをしてます。すごいね。で、これよね。これが4番までしか設定がないんで、3番を、あ、を入れとん。中空のこれはロフトは19度。あ、19度。3番は19度。うん、で、初代の P790。はい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 。790で3つ出てるんですけど。あ、ユウスケ790持ってるね。2019 17、19、21って2年ごとに出てて。あ、じゃあこれ17なんだ。17、初代のモデル。初代が一番フェースが厚くて、ちょっと初代が 1.75mm、 2代目が 1.6mm で、3代目が 1.5mm フェースの薄さ。なんで知っとん。フェースの厚さ全部なんで知ってもここの話。いや、このフェース面のカップの、あ、こっちの話。薄さ、あの薄さの話です。なんで知っとか。あ、溝。いやいや、もうフェースのこの薄さ。あ、ここフェース面がこうカパッて外れる。あ、外れるんだ。中空構造って。あ、なるほど。あ、で、ここをパカッて外した時の薄さ、薄さがこれが一番厚い。じゃあ 見た感じは誰もわからん。歴代こう後になるんじゃどんどん薄くこう飛距離性能を追求して薄くしてる中で、これが一番打感と距離の操作コントロールが良くて、うん、これがもうずっと2017年、初代をずっと使ってます。で、19年も出て3番打ってみたけどこれがいい。21年も出たけど、ね、全部薄くなってて、一番新しい中にここからスピードフォームっていう充填剤が入ってて、うん、2021年モデルだけスピードフォームエアーっていうので 69% 軽量化された充填剤が入ってて、ちょっと軽くなって 70% で 69 なんや。軽くなってて、そういう違いもあったりと。ちなみに、うん、この790、このテーラーの P シリーズ、うんうん、P730、750、760、770、790ってあって、うん、この数字はヘッドのこの長さの話。ああ、それは聞いたことある、はい、ここが 79mm、 730はここが 73mm、 はいはいはい。それでモデル別に。そうなんですね、はい、マキロイが使えたのは、まあ、730の多分プロトタイプでプロタイプマッスルを使って、うん、で、この前のマスターズの後ぐらい760の3番アイアンで書いてた。へー、一瞬だけすぐ多分マッスルに戻したけど、あ、球より上がりやすくした方がいいというので、中空の760いいとき書いてました。中空は、でもこれもこれで球は どんな球。これが一番一応歴代の中では上がりにくいっていうの。上がりにくいね。上がりにくいというか、この後に行くにつれてよりここのビスを大きくして、うん、こっち側に2019年モデルの790を見ると、このネジが一回りぐらい大きくなってここに入ってるんです。重たいものを構えた時にこう下側に来る方に入れてるんで、重心が低くなってて、はいはい、より球が上がりやすくなってる。うーん、ただ僕球上げるの得意なんで、うん、後期モデルはちょっと球が上がりすぎたっていうのがあって、それもあって初代をずっと使う。ナモタンの覚えとる、どこやったかな、ハート3か、前回のレディースティーから回るやつで、うん、18番かあれインやったよね。インの前半の最終、うん、前半の最終か、あのティーショット、これです。ミドルホールやったけど、こんぐらいについとったの覚えとる。これスティンが打っとってんの。あれをちょっと見せてもらおう。3番よね。 あれ3番で打ちました。あれエグかった。ちょっとユースケ後ろから撮ろう。狭いコースは基本あれしかない。うわぁ、215キャリー低い。うわぁ、すっご低い。これよ、8.7度。8.7度よ。8.7度低い。
基本こればっか売ってます。こっちに出して3番でこれ結構使うよね。ずっとそれしか打ってないって言ってたんですよ、ティーショットで使うところ。まあキャリーは今211って出たんだけど、まあ本球やったらもうちょっと出て220ぐらいの、多分ランが入ったら240、50はあの高さなら走ってくれる。怪我が少なくて250打てるから。え、そんな簡単に打てるもん。これ右足寄りに置く、右の親指の前ぐらいにボールをセットして、はいはい、今ランニングアプローチぐらいの感じで、こう足は狭めで、狭め打ち込まずに横から払う、低いドローのイメージでフェアレットみたいに滑らせてる。え、めっちゃ3番こっちに置くのかな。すげえ。低っ、うん、低っ、6か6度低っ。あ、でもドロー打つ感じで打った方がいいんだ。思い切って左に振り抜いて、こんだけ右に置いてるから捕まえすぎるかな。あ、うまい。うわ、低っ。完璧。え、簡単、完璧。 6.8 度、キャリー198、2900、多分240、50はこれでいってくれる。めっちゃ簡単。打感がやっぱでもペチーンって感じだよね。あの、あんまり中空低くない感じで、アイアンに近く。え、これ普通に打っても簡単なんかな、うん、右行く、捕まらんと。捕まらん、相当がっつり捕まえんと。シャフトも硬いの、ドローを掴んで。難しい俺にも。言ってもアイアンなんで、アイアン型ユーティリティとして使ってはいるけど、まあ、アイアンの操作性があって、顔も後ろがこうボテンで出てるわけじゃないからっていうので、だいぶ重宝してます。面白い。これバリ使うもんね。なんか、うん、鈍かったの。割と武器です、スティンガー。で、3番アイアンまで入れて、次ユーティリ、ユーティリティ2番ユーティリティね。これもだいぶよく使う。トルクと同じ、一緒やね。まあ一緒っていうか、俺がナモタンの打ってめっちゃいいなと思って。 G410 ピンのね。で、2番ユーティリティ17度、シャフトも全く同じ。シャフト俺も一緒。ゴースト、プロのゴースト NS です。 X370、 これいいよね。これももう相棒ぐらいですね。めちゃめちゃ使います。これいいね。高いのも低いのも。425と430はどっちかだとこう、うん、もうちょっとこっちが後ろがこう長くて、うんうん、フェアウェイウッド寄りの作りになって、うんうん、だから球がやっぱ上がりやすい。僕はもう球が上がりやすいのが合わない。球が上がりにくいやつを多分流れ的に使ってますよ。人によっては410上がりにくいっていう人は、そういう人は425、430の方が合う。ああ、なるほど。まあ、それヘッドで全然違うんやね、そこね。ピンのユーティリティってやっぱめっちゃいいよね。ティーショットからグリーン狙うときもだいぶ重宝して、ありがとうございます。次3番ウッド。3番ウッド、これ今2本入ってて、3番ウッド2本、これコースで使い分けです。ああ、なるほどね。ヘッドは全く同じ、どっちも全く同じ M2。 これいいって言うよね、みんな。初代の M2 です。3番、これなんでシャフトが違う。あ、シャフトで使い分けるんだ。 NS プロのレジオフォーミュラの 75X と 85X で2本。あ、こっちが 85X、 80g 台と 70g 台。重くないで、重い、重いよ。これをコースとその日の調子によってこう使い分ける感じ、うん、最近は85がメインで使ってます。どういうコースの時85、85の方がやっぱ重くて、うん、自分でこう操作は効かない、うん、もう同じスイングができるように安定感はやっぱあります、85の。で、毎回も同じ球を打ちたいときよ、うんうんうん、75はやっぱ軽い分操作ができるんで、うん、球曲げたりとかちょっとこう振りに行って距離を伸ばしたりとかっていういろいろなことができるのが75。あ、そんな違うの。最近はちょっと小倉っていうその狭いコースに行ってたんで、はいはい、あんまりこう曲がる可能性があるクラブよりかは安定感が欲しかったんで、85を持ってって。そんな違うんだ。結構も、まあ、持った感じもだいぶ違うから、右が85、左が75。右はだいぶ重たいけど、わかる？わからん。え、目つぶって、目つぶってよ、目つぶっとってよ、マジで。いいよ。これ恥ずかしいよね。裏なんか入っとんかね。裏何も入ってない。何も入ってないよね、これ。これなんていうんかね、裏入ったやつ。バックライン。あ、バックライン。あ、どっちも入ってる。目つぶっとってよ、マジで。絶対目つぶって、ちょっと手かぶして。はい、ちょっと待ってよ、そのままよ。これまだ言っちゃいかんよ。これ2本目、こっち2本目、はい、2本目。こっち75、あ、こっちが8。ちょっと待ってよ、待って。じゃあいいよ、答え合わせで。分かってなかった。
めちゃめちゃこっちの重かったけどね。もう持った瞬間。まあでも振ったら違うんやろね。振ったら違う。一緒。これマジ分からんもん。俺は分からん。俺結構そういう感覚繊細やけどな。あでもこうやったら分かるかも。こうやったら分からん。振ってみたら分かるかも。うん。一緒です。こっちの方が重い。10g。あこっちの方が重い。だいぶ重たい。こうやったらちょっと重さ感じるわ。うん、全然違う、こうやって。振らないと分からない違いでした。うん、ちょっと打ってみてほしいわ。M2。初代の M2 です。これ人気よね。なんか今ないっちゃろ、ヘッド。ここ、うん、だからないから、今年はこそは違う3番ウッドをつけたい。マフラーしいね。これミオンちゃんもさ、M2 使うように確か。うん。で、割れてからないんですよって言う。244キャリー大体250ぐらい。もうちょっと250では見てる。簡単にボール上がる ね。まあちょっとレンジボールやけんあれやけど、245ヤードの 16.1 度。 16.1 度結構高いよね。高いよね、うん、これちょっと借りていいじゃん。どうぞ。やばっ、スプーンでこんな球上がるんや。球上げるなってやる。いやすごいねマジで。おえ、ちょっと高っ、めっちゃ簡単に上がる。そもそもヘッドはいいと思う。テーラーの245キャリー、すごいコンパクトな。ちっちゃい方がやっぱり打ちやすくて、なんかパコンってこうなんすくいやすい、拾ってくれる感じは、うんうん、めちゃくちゃいい。こんな感じ2本で、はい、でラストドライバーか。ドライバーやね。じゃあお願いします。あの宇宙のちょこちょこ登場してるね、タイトリスト TSR3。あのあれよね、衛星なんて人工衛星、すっごい希少なチタンをベースに使ってるらしい。ここにね、弾きがよくて、あとだがムチって感じやもん、ね、ほんと。あとこのヘッドの形状が空力を考えてるらしくて、あ空気抵抗が少なくなるようになるように、なんか少なそうやん、結構ヘッドがこう走るようにできてるらしいです。へウェイトを1個だけドローに入れて、あドローにね、捕まるように良くする。これよね、次は C1 なんで、ロフトがちょっと立って、うん、内角がフラットになるポジション。ああ、うん、はいはい、8. 何歩とか 0.75 度立ってるんで、8.25 で、もともとでも5度とかのドライバー、 5.8 度のドライバーを使ってて、でもその時と同じ高さぐらいまで高さが抑えられるへー、うん、優秀です。あ上がりやすいけん、ちょっとこう上がりやすいけど、縦でるだけ縦でキャロウェイを、はいはいはい、6度切るぐらいで使ってた時と変わらない高さぐらいの球が飛んでくる。大体キャリーで言ったら一応265から70ぐらいで、トータル調子いい時で285平均みたいな。これが6、さっきと一緒なんだ。これ同じだと NS プロのこれ なんていうの、レジオフォーミュラ MB の一番新しいやつ。65ペンタスブラックからのこれで買いました。あ、ペンタスブラックやったんだ。ちょっと言ってください。おぉ、まっすぐ曲がらん。246、もうちょっといく。おいしょ、まっすぐ。あ、ほんのり捕まっとう。うん、260、3400、ちょっと悪くない？多い。3000ぐらいもんね、俺普段。今のレンジボール？うん。まあ、レンジボールで250キャリーぐらい。うん。おお。こりゃ。曲がらないし。あ、279の2900。200キャリー、280の2899回転。2899。あ、スピン力結構ある。こんなもん相当減った。これで、あ、これで減った。あ、多い方なんや。多い。だから球上げるの得意やから、うん、ちょっと打たして。あ、なるほどね。球上げるの得意ってことは、そのスピンをかけれるんだ。かかってしまう。かかってしまうんだ。で、280キャリー、1000回転ぐらい減った。じゃあこれちょっとあの動画では借りたけど、球上げるの得意のはアッパーになってる。いや、もう僕はダウンきつくて、上から打ち込んでしまうんで、上から引き上がってしまうタイプです。なるほど。あんま上がったもん、14.7 度。めっちゃいい。あんま低い。
光290の1950すごい。レンジボールよこれ。でも球 12.6 度、低っ。投球が9度の真ん中。9度がいいんや、うん、あ、そっかそっか、これ8.2 度。でも1950、スピン量もうちょいあるぐらいがいいんだ。登録は2200ぐらいあれば一番安定。あ、だけそれこそちょっとロフトが立つけん、うん、スピンも変わる。立ててる分が気がする。やっぱ飛ぶんよこれ、むちゃってなるよ、うん、飛ぶ。ちゃんと測ったの初めてやる、うん、ね。でも本気やったらもっと飛ぶってことやね。295って出てる。でもこのシャフトもいいわ。シャフトもでもだいぶいいと思う。NSシャフトがめっちゃいいかも。俺振りやすい。あんまり使ってる人が少ないけど、日本シャフト、モーダスとかが作ってる会社のウッド用。これバランス D2 ぐらい。いや、これ D4 出てる。あ、D4 出たん？そんな感じでね。ドライバーはアイアンとかフェアウェイウッドは全部長さのピッチが決まってるから、うんうん、アイアンは 0.5 インチで、うんうん、で5番ウッドと3番ウッドも 42.5 ぐらいと 40.0.5 ぐらい、はいはいはい、だからドライバーだけは人によって、うん、スプーンが43インチの人が45インチのドライバー使ってるのに2インチ空いてる、うん、はいはいはい。でも 45.5 の人もいて 2.5 インチ空いてる人もいて、うん、そこドライバーとスプーンの間だけ人にバラバラなんで、必ずしもドライバー、フェアウェイウッドのバランスとドライバーのバランスが一致した人が合うと限らない。あ、そうなの。そこの長さのピッチがバラバラだ。あ、必ずフェアウェイウッドより 0.5 インチ長いクラブがドライバーです、一般的なのがっていうのがあれば、うんうん、D4 は多分重たい。重たい。ここを揃えとかないと振り感は変わってくるけど、この2つは43インチしかなくて、これが 45.25 なの。もう 2.25 インチ離れてるから、正直バランスってあんまり流れにそれ合わせる意味がない。なるほど。長さの差がすごいから。あ、アイアンはね、だってちょっとしか変わらんけど、各番手で 0.5 ずつっていう決まった長さのズレがあるんで揃えた方がいいけど、ドライバーだけは人によって、人によっては 44.5 インチが短いドライバーの人も、ね、そういう人が逆に D4 とかにすると重すぎるし、重すぎる。かといって、なるほど、フェアウェイウッドから 2.5 インチ離れた 45.5 インチのドライバー使ってる人が、うんうん、フェアウェイウッドと揃えた方がいいって言って D3 にすると軽すぎる。他の番手はだって 0.5 インチ離れた上で同じバランスで使ってるものを、 2.5 インチ離れて同じバランスで使うと軽い。それは、そっか、そんだけ離れるならバランス重くなって当然です。え、だって巻いてもさ、 C 前でしょ、 C の7やった、7とかよね。めっちゃヘッド軽かったよ、うん、から D の4まで変えたね。変えた。飛ぶようになった。だいぶ飛ぶ。やっぱ安定感が、で俺の中の持論で、うん、バランスはヘッドスピードが落ちないギリギリの中でできるだけ重たい方が飛びます。へえ。これを例えば軽自動車と1トントラックにぶつかられた時に、うん、怪我の仕方がひどいのってやっぱ1トントラックなんですけど、うんうんうん、重たいものがぶつかってきた方がエネルギーっていうのは大きいから球は絶対飛ぶんですよね。ただ重くするとすればスピードが今度落ちる、触れないから打って触れんくなるもんね。だからこれを例えばD5 とか6、ヘッドをもっと重くして D5 とか6にすると飛ぶ可能性はあるんですよ、ヘッドスピードが。そうした時にヘッドスピードが落ちるといい。はい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 。かといってヘッドスピードをこれを C の9にしたところで上がればいいけど、今度ここのエネルギーがすぐ軽くなっちゃって球に伝えるエネルギーが少なくなるから、バランス C 寄りにしたらヘッドスピード実際に上がることあるの？上がることは一発のヘッドスピードは上がる、はい、ただその分曲がり幅がひどくなって、うん、曲がるのを恐れて振れなくなってくる、はいはい、したらだんだん落ちてくる。これもいろいろ、もともと C7 でドライバー使ってたから、うん、このドライバーも C で使ってみたりとか、逆に D6 まで重くしたりして、あ、やってみた、使ったけど C になると安定感がなくなって逆にヘッドスピード落ちた、はいはいはい、あ、じゃあ重い方がいいかなと思ってウェイト足して、うん、D の6にした時はそれも重すぎて落ちた、触れないし、一番こうヘッドスピードのバランスと距離のバランスの良さが D の4。 D の4、それはもう自分でじゃあ本当にどこ境目を探せばいいんだ、うん、鉛張って できるだけヘッドスピードが落ちない中で重くしてた方が安定感も出るし、ヘッドのエネルギーも使えて距離を出せる。面白いとは思います。これは僕の持論です、うん、そこはでもやっぱナモタンってスイング変える前に道具ない、スイングは変わらないと思ってるタイプ。ああ、はいはいはい。あと変え始めるとアマチュアは時間がかかって仕方がない。いや確かに、うん、本当そうよね。やっぱプロの人たちがこう出しとる YouTube とかでも、プロはもうスイングが違うけんさ、道具も全然使っとるの違うもんね。アマチュアはやっぱアマチュアに合ったこうクラブになってくんよね。やっぱさ、今コメント、ナムタン出とコメントでさ、ナムタンもこう返信してくれよやん。視聴者さんがアイアンヘッドスピードこんぐらいなんでこれ合いますかって聞きようやん。やっぱその人のでもスイングを見らんと正直あんまりわからんことも結構あるやん。
あのコメントの情報が多ければ多いほど、多いほどいいよね、はい、うん、ヘッドスピード42でおすすめのアイアンはって言われるとやっぱり絞る、最低限、うん、今使ってるクラブと、うん、ドライバーのヘッドスピード、あと人によってたまに書いてくれるのが自分のスイングの傾向を書いてくれる人、下から煽る癖がありますとか、はあはあはあ、より多い情報の方がいい、例えばドライバーで球が上がりませんって言われても、うんうん、上から入ってロフトが立ってしまって上がってしまわない人と、はいはい、トール君と同じタイプで下から煽ってドロップのスピン量が足らなくて上がってない場合で変えた方がいいクラブって全く別物なんです、はいはい、できる限り僕も答えて合うやつ見つけてあげたい、そのトールゴルフ TV の企画としてしてクラブのこういう知識とかもナモタンからね教えてもらえれば、あと 2,3 時間は喋れるYouTube ライブとかなんかしたいよね、全然ひたすら喋るだけで来たコメント全部返してもらうし、ね、面白そうよね、なんかでいろんな道具ちょっと揃えて、で今回みたいにデータ取れるけんさ、だけ、まあ、特徴を喋りながら、そうね、 GC3 で測ってでデータちょっと見ながらやりましょう、えでなんかもし YouTube ライブとかで、まあ、質問があったらどんどん受け答え、全然その場で返すんで、できるもんね、やりましょうやりましょう、はい、お願いします。なんかシミュレーションゴルフ練習場みたいなのを、まあなんか一席、二席ぐらい、うん、作っても面白くない？まあね、使えるのが、使い方はいくらでもある、あの、なんていうキャンプファイヤーだっけ、あの、幕開けとか、幕開けとか、クラファンド、あの、クラウドファンディングな、あれとかでやったら、ちょっとやってみようか、うん、で、福岡にこう作って、で、それこそ動画見らんとわからないやったら動画送ってもらって、ライブでね、で、見て、診断して、だからメーカーさんからね、そこで試打会してくださいで、クラブの提供が入ったりとか、うんうんうん、そしたらね、いろんなクラブ俺らが試すこともできるしね、おもろ、ちょっとそういうのやっていきたくない、ね、なんか視聴者さんもやっぱ、俺もそうやけど、俺も視聴者さんもみんなで上手くなっていけば、うん、で、道具で結構これが変わるっていうの最近ナモタンに出てきてもらって分かるやん、だから俺もまだまだそこの道具をいろいろちょっと突き詰めていって自分に合う道具を見つけて、まだまだ合ってないもんね、うん、見てて思う、で、視聴者さんにも同じことができればめちゃくちゃいいやん、可能性は広いと思う、面白いですね、うん、まあ、どうしてもお金かかるけん、なんか今後ね、クラファンじゃあちょっと進めていこう、道具関係は、はい、やります、やりましょう、面白い、いろいろなんかちょっと面白くなってきたね、広がりそう、うん、ぜひなんかあの案件じゃないけど、まあそういうちょっとメーカーさんとかも連絡もししていただければ、概要欄にメールアドレス貼ってるんで、ぜひお願いします、お願いします。ナモタンのクラブセッティングでした、でした、ではナモタンも僕もインスタグラムやってますんで、ぜひインスタのフォロー概要欄からお願いします、お願いします。この動画がいいなと思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いします。では以上です、ありがとうございました、ありがとうございます、お久しぶりです、お久しぶりです、ナイス。師匠として最近のナモタンどうですか？もう喋るの。喋る。まあ面白いですよね、道具。道具はね。